Un lundi après-midi ordinaire commence à l'université d'Oto. Dans une ambiance studieuse, l'héroïne de Vocaloid, Hatsune Miku, est grimpée sur une table. Aujourd'hui, elle sert de modèle aux élèves de Igarashi Yumiko, la dessinatrice mythique de la série au pays de Candy. Après les exercices imposés, les étudiants se consacrent à leurs projets personnels. Lorsque ses élèves sont confrontés à des difficultés imprévues, Igarashi Sensei prodigue ses conseils. でもさ、これさ、めんどくさいかもしれないけど、マスキングしてさ、たらバッグきれいよ。ですよね。あ、場所。うん。ちょっと面白くないかもしれない。色鉛筆試験がないからね。あ、これ筆で、うん。そう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 。うん。あ、いいじゃない。どんな色がいいですかね。うん。ここは赤にしてさ、危険信号っぽくてさ、ネット。デスカって言った。このデスカだけ黒にしてさ。とにかく字書いてから消しゴム使った方がいいよ、はい、最後に今中途半端に使うとエアブラシが消えちゃうよ。これも消しゴムかけれるから汚れるかもしれないし。オファーがあったんですよね、はい、生徒たちに漫画を教えることはできないかって。北海道にちょうど帰ってきてすぐだったので、やっぱりそれもなんか北海道に恩返しをするっていうか、ふるさとに恩返しをするみたいな、一つ子どもたちを、まあ、育てるっていうのも必要だなってちょっと思いまして、喜んで引き受けさせてもらいました。私の場合は漫画家になったのがもう40年以上前だったので、教えてくれる人いなかったですね、こういうふうにマンツーマンとかで。だから漫画家の先生が東京で出版した漫画の書き方とかそういう本を読んで独学でした。うん、絶対に進化が早いです。進歩というか、多分自分独学でどういう道具を使うか、どういう紙を使うかは 本に書いてあっても物を見ないとわからないんですよ、文字で説明してあるものは。だけど実際にこういうので書くんですよって道具が与えられ、紙を見せられれば、もうそこで多分悩む1ヶ月ぐらいはスコーンと消えますからね、いうか個性ですね。だから私の絵が好きだから私の絵に似せてくださいっていうのはもう絶対ありません。あなたの個性を、あなたしか描けない絵が一番素晴らしいんだよっていう教え方をしてます。光してる、かわいい、綺麗、華やかですね。いや、すっごい嬉しいですね。日本の女の子っていうのはもともと小さくて華奢で、年齢がいっても何て言うのかな、若く見られるんですよね。だけど海外は年齢が下でもセクシーっていうのが素敵だって言われてるんですけど、これからの可愛いっていうのが主流になっていったら、私もセクシーじゃなくいつまでも可愛くできるなと思います。Les élèves de Igarashi Sensei s'appliquent et semblent conscients de la chance de pouvoir bénéficier de son aura professionnelle. 名前ではなく作品を知っていました。
どういう作品なんですか？あのキャンディキャンディというアニメ化もした有名な作品がありまして、技術はもちろんのこと、その先の案内まで先生がプロになってからが長いので、あの先生によって教えられた技術で、あのプロへの道の切り開き方ですかね、あの業界にの入り方が一番知りたいですね。いや先生とっても先生がとっても面白い方なんで授業も面白いですね。ちょっと話してやってみ、少し少しあんまり近づけないで、こういう方がいい。どっちかどっちかを黄色っぽくして、どっちかをオレンジっぽくするならどっちにする？ここちょっとこういう感じでぷよっと欲しい。そうそうそう、うまい、うまい、うまい。En fin de journée, la célèbre dessinatrice discute à bâton rompu avec ses étudiants. La transmission du flambeau passe aussi par la détente. Sur les traces d'Igarashi-sensei, une nouvelle génération de dessinateurs est en marche.